トーマス・ヘンリー・アレックス、ハル・ロブソン・カヌは、イギリス・ロンドン・イーリング・クワクトン出身のプロサッカー選手。ウェールズ代表、ウエスト・ブロムウィッチ・アルビオン FC 所属。ポジションは、フォワード。アーセナル FC の下部組織でキャリアをスタートするが、15歳で、退団し、レディング FC に加入した。2007年にトップチームに昇格。サウス・エンド・ユナイテッド FC とスウィンドン・タウン。 FC へのレンタルを経て2009年にトップチームデビューを果たした。当初出場機会は限られていたが、2011 1 2シーズン以降はチームの主力に定着した。2012年にプレミアリーグ初出場。最終的に公式戦228試合で30ゴールを挙げ、2016年に契約満了によりレディングを退団した。その後は、 しばらく無所属の状態が続いたが、後日の UEFA ユーロ2016での活躍により、夏の遺跡史上最終日の8月31日、プレミアリーグのウエストブロムビッチアルビオに FC と契約した。背番号は 4? ロブソン・カヌは当初出生地であるイングランドの世代別代表に選出されていたが、2010年に、 自身のルーツであるウェールズ代表への変更を決断した。2010年5月の U-21 オーストリア代表戦でウェールズ代表デビュー。5日後、クロアチア代表と試合を行う A 代表のメンバーに招集された。ハーフタイムからロバート・アーン賞との交代で出場したが試合には0から2で敗れた。その後は U-21 代表で出場機会を重ねていった。 2013年3月開催のワールドカップ予選、スコットランド代表戦で A 代表初ゴール。UEFA ユーロ2016予選では9試合に出場しウェールズ代表の快進撃を支えた。本戦ではスロバキア代表戦とベルギー代表戦でゴールを挙げ、初の4強入りに貢献した。ありがとうございます。